国府白浜北端オフシーズンの国府白浜2008年11月26日撮影後の松原南端国府白浜は三重県島市阿蘇町国府にある海浜。通称は国府の浜。中部地方及び近畿地方では有数のサーフポイントである。所在地は島市であるが、サーファーの間では国府白浜を含む周辺域のサーフスポットを伊勢と総称する。 浜町、約3キロメートルに及ぶ、太平洋に面した遠浅の海岸である。浜の頂上には、暴風林として黒松林が連なる。また、砂浜の砂の粒度は細かい。サーフィンに適し、夏季を中心に一年を通して、三重県内外から訪れるサーファーが見られるが、近年は、ボディーボードも盛んである。主なサーフポイントは松林、三角、ラスタ前、テトラ前、 第5テトラ、観覧席、水門前、壊れた、水門前の8カ所ある。サーフィンの大会も行われ、2012年8月22日から5日間、第47回全日本サーフィン選手権大会が開かれた。サーフィンが盛んになるまでは、大粒のハマグリを産する工業場であったが、今は見られなくなった。2011年5月1日に、 漁業を含めた海の事故が起きないように初めて安全祈願祭を挙行した。祈願祭は国府駐車場組合が企画し、同組合と日本サーフィン連盟三重支部の関係者約30名が出席し、玉串の奉納などが行った。2018年より夏休み期間中に三重大学医学部の学生団体が監視台に常駐し、国民健康保健島市民病院の医師から 電話指示を受けながら病気や怪我をした海水浴客の初期対応を行っている。所在地区名の国府に由来する。地区名の通り、ここには島国の国府及び国分寺が置かれた。顎の松原海水浴場は国府白浜の南に隣接する海水浴場である。名前の通り、砂浜の頂上に松林が広がっている。所在地は 島市阿五町高賀で、こちらは、比較的波が穏やかで、サーファーは少ない。2010年の水質調査では、a えと判定された。東南海地震、南海地震が発生した場合、阿古の松原には20分で津波が来ると想定されており、避難訓練が実施されている。海水屋場周辺には、民間の駐車場が多数存在する。駐車料金は1日1000円である。 有料のシャワーを併設しているところが多い。付近に水着のまま入店できる喫茶店がいくつか見られ、下記は海の家が開かれる。三重県道514号安城高線及び三重県道61号磯部大温泉の沿線にある。国府白浜近鉄島線無下体育より30、交通バス、安城行き乗車、国府白浜下車、すぐ、 アゴの松原海水浴場、ウかタ駅より三重交通バス、しじま循環乗車、アゴの松原下車、徒歩1分。ABCDE だ、16ページ、セ島マキラリ線、全国府の白浜エセ島キラリ線、セグルナビ、伊勢、和歌山サーフィン、波情報、サーフスノー、ウェブにタク、片山竹尾、サーファー1000人、熱く。 島で全日本選手権大会中日新聞2012年8月23日付長官、三重総合19ページ海の博物館、石原、13ページ、三浦厚成、海の救助医学部生が担う三重大の学生団体、島、国府白浜で、活動市民病院と連携迅速な初期対応朝日、新聞2019年8月9日付長官、三重版25ページ、 15海水浴場で、水質最高朝日新聞2010年7月11日付長官、ミリマン23ページ、マスモトほか、1318から1319ページ。ありがとうございます。